こんにちは。今回は情報発信で稼げる仕組みについてお話ししようと思います。まあというのがね、こういうふうなキーワードが私の目に飛び込んできたんですよ。ある YouTuber さんが小在庫をせずに私は動画をやりたいんだっていうふうな、ね、趣旨のことを言っていたんですね。で、下手に小在庫をしても賢い人には見破られてしまうっていうふうに、まあ、懸念を持たれているんですよ。 これが大きく間違えてるところで稼げない人の発想なんですよね。そもそも賢い人はあなたの動画を見に来ないんですよ。すごく嫌な言い方になりましたけどもこれ分かりやすいように説明しますね。何がしかの情報発信をする人は自分の情報のスキルやコミュニケーションのスキルが一定あるんですよ。一定ってのはどういうことかっていうと全てはね相対関係にあるんですよ。 例えば、私がね、セルフバックのやり方、自己アフィリエートのやり方を放送するとします。私よりも自己アフィリエートの能力の高い人は、なんだこんな放送して。まあこんな基本的なことを見る価値はないよねっていうことで、私より賢い人、私よりもセルフバックに詳しい人は素通りしていきますよね。だから賢い人はいないっていう言い方になるんですよ。 じゃあ私の放送を参考にして、いやーいい動画だなーって思う人は私よりも賢くないのかっていうと、言葉を選ばずに言えばそうなんですよ、うん。結局ね、誰が情報を受け取るのかってことは、情報発信者よりも情報の質が高められなかった人が、その格差を埋めるために見に来るわけでしょ。だから、言い方としては、ちょっとね、嫌なんですけども、 賢い、賢くないっていう風な言い方しか許されないんだとすれば、情報発信者の人の常連になる人っていうのは、その人よりも賢くないってい言い方ができるわけですよ。でも私はね、誤解なく言いたいんですけども、その人がバカだっていうわけじゃないんですよ。ある特定の分野に関しては、情報がある人とない人っていうのが相対的にやっぱりね、どうしても出るわけですよ。例えば私は野球のルールはよく知りません。 野球のことははかりません私はねでも野球に詳しい人もいるわけでしょ、うん、それから私はバイクはよく分かりません。ブンブンバイクね。でもバイクに詳しい人もいるでしょじゃあ何をテーマにすることによってどんなタイトルで話をするかによって詳しい人と詳しくない人つまり賢い人と賢くない人が、まあ、分類されるわけですよ。ですんで。 賢い視聴者さんには見破られるってキーワードね。賢い視聴者さんから稼ぎたいんだったら用心しなくちゃいけませんよ。でもそうじゃなくて自分の情報でも参考になるなっていうふうに思ってくれるいわゆる情報の格差で言うと自分よりもちょっと下の人にメッセージを出すわけじゃないですか。だからまあ下手な小細工をしても賢い人には見破られるっていう考えを 持つのは全く見当違いなんですよ、ね、うんむしろまあいろんなね仕込みや仕掛けをして自分の誘導したい方向についてきてくれるような人をビジネスの顧客にしないといけないんですよ。ね。まあこの今回の動画のオチとしてすごく簡単な例をお話ししましょうか。うん、これもいろいろろとね あの、嫌な言い方になるかもしれませんけども、今回に限ってご容赦いただきたいと思います。まあ、ある人がね、まあ、美味しいね、ランチを、まあ、安く食べれる店を探してるとします。そして私のところに相談に来るわけですよ。ね、安くて美味しいランチが食べたいんだけど、ね、私はね、よし、来たって感じで、紹介する店をね、こう、何点かあげるわけですよ。ここどうですかみたいなね。そして、 相談に来てくださった方は「あ美おいしそうな店ですね」ってなるんですよね。でそれを客観的に見ていた人が「俺もっといい店知ってんだけどな」っていうふうに感じるわけですよ。でそこで相談に来てくださった方が「私のアイディアを採用するかもっといい店知ってるんだけどね」っていうふうなその第三者を信用するかってことは比べることができますよね。うん、で 仮にですよ、仮に私が紹介した店よりもいい店を知っていたとしたら私まで勉強になるわけですよだからその人のことをフォローするんですよねいやー僕もね飲食店いろいろ行ったんだけどもあなたの方が詳しいですねすごいですね,ねでも逆に俺もっと美味しい店知ってんだけどなって方が紹介した店が私の知っている店で私がね大したことないなというふうに評価した店だとしたら どううでしょうかねその人のことをフォローする、しますかね。やあれ自信持って出てきた割には、あその店なんですか。うん、悪いとは言わないんだけども、値段もクオリティもこっちの方が私はいいと思うんだけどなそして比較した結果、相談に来てくださった方が、あやっぱり久保さんですねってなったら、多分その第三者のことを誰もフォローしないんですよね。うん、で、まあ、飲食店っていうのは、 人によってね基準がまちまちですからそれでもその第三者の方の意見を取り入れる人って今後はその人の意見を聞くと思うんですよだから賢い賢くないっていうくくりもあるんですけども実際はね誰の動画を見たくなるかっていうのは、うん、この人の言うことならやってみようと思うこの人の言うことだったら参考になるっていうふうなことの繰り返しだと思うんですよね。 まあ以前もお話しましたけども、私はね、はじめ社長とかね、ヒカキンさんの動画って見たことないんですよ。でも私の友人のノクさんの動画はほぼ全部見てるんですよ。ノクさんのチャンネル登録300人ぐらいです。うん。でも私にとってはノクさんの動画の方が非常に参考になるんですよ。なぜかというと、はじめ社長やヒカキンさんっていうのは、まあいわゆるね、都市伝説的なものとか、出所不明で、 うん、視聴者さんにその判断が委ねられるものってやらないんですよ。ノクさんは視聴者さんがどう捉えるか、つまり視聴者さんが悩んで選択して視聴者さんにその決断と行動の結果の果実が求められるものとかね、それからリスクが回ってくるものをこう選ばせるような動画を出すわけなんですよね。だから私には合ってるんですよ。 私はね、面白おかしく、わははっていう動画は別にね、必要ないんですよね。どちらかというと、自分が少しでも賢くなる、そんな動画が見たいと思ってるんですよ。で、ヒカキンさんや、はじめ社長の動画っていうのは、あの、アクセスの取れる動画の作り方としては参考になると思います。でも私はそれを求めてないんですよね。再生数だとか、チャンネル登録の数じゃなくって、この人の動画、俺向けだなーってものだけを探してるんですよ。そうなってくると、 私から見るとね、はじめ社長やヒカキンさんの動画を見ても参考にならないけども、ノクさんの動画を見たら参考になるっていうふうなね、世の中の多くの人と別の方向に私のベクトルが働くんですよね。はい、ということでね、さまざま申し上げましたけども、参考になれば幸いでございます。それじゃあ。